足利義種寛永7年4月13日は、足利義助の子。平島久保三代。号は、玄徳院。平島木を表したのは、義種である。慶長13年、七浦山を所領としてもらっている。ここで切り出した木材や加工した炭など産物は、平島久保家の重要な資金源の一つであった。慶長19年、平島久保家側の資料では、 大阪の陣の折、大阪法としての三陣要請があったが、断っているという。墓所は、平島間にあったというが、現存していない。母は、大内鹿神の柳沢主前生の娘。妻は、平島久保岡川の資料では、足利義輝の弟、周公の孫にあたる祝賀とし、他方、経図山陽では中納言のみなせしの娘という。 子に、足利義時、足利義時、胸則、り、とべめ、ことぶきみつる。阿修足利平島伝来記が、本来の名前で、他に、平島記、平島家旧記ともいう。阿波国町古雑商所斎の書物。寛永六年九月に、吉種が、死子吉時に書き与えたものである。平島記の、玄野平島先祖の中の吉種の甲に、拙者ぎなりとある。 阿波久保警府によると、イタリチン帰国後、主相と、白銀30枚を送ったとある。平島紀には、イタリチンは久保に、米30国を送ったとある。ありがとうございます。